どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾吉です。はい。もうこれ木曜日かな。木曜日夜10時、フジテレビの、木曜劇場ですね。リベンジ、欲望の果てにが、第1話を視聴したので、そちらをね、今回、感想動画ということで、ざっくりね、感想していきたいかなと思います。よろしくお願いします。皆さん見ました？これ。リベンジ。欲望の果てに。これね、木曜ドラマなので、木曜ドラマっていうとね、この枠ですね。前回大奥で一番好きな花とか、ここら辺僕結構やってるんですよね。一番好きな花レビューしたし、あなたがしてくれなくてもレビューした、サイレント。で、その前は、純愛ディソナンスを、ディソナンスね。結構僕この枠ね、レビューしているというか、追ってるんですよね。で、今回、新作ということで、赤楚衛二さんが主演ですかね。赤楚衛二さんというか、どうなんだろう、これ。赤楚衛二さんと、錦戸亮さん、これダブル主演と言ってもいいのかな。はい。で、第1話なんですけども、なんかね、やっぱりタイトルが、リベンジ、欲望の果てで、このね、頭に、この頭に、文字に、こう、RE ってつくんですけど、これどういう意味ですかね。バイオハザード、バイオハザード RE4 とかって今、ゲームがね、RE2、RE3、RE4 ってね、ゲームがあるんですけど、あれ、これリメイクなんですよね。バイオハザード2のリメイクが RE2 で、パート3、ね、バイオハザード3が RE3 で、最近だとね、RE4 がすごく、人気があるわけなんですけど、これリベンジをまた再開、これ要するに、これ再開って意味ですよね。再びっていう意味に、大体の時にこれ使われるんですよ。リメイクとかね。再び何かするみたいな。だから、再びリベンジみたいな感じのような。ということは、過去になんかリベンジがあった、復讐があって、また再びそれをするっていうか、それが蘇るというか、そういうタイトルの意味なのかなっていうね。ただね、第1話を見た限りでは、この RE の意味はね、正直よくわかりません。で、ざっくりとした感想なんですけど、結構ね、人物相関図がこんな感じで、今回はね、天童病院っていう病院なんですね。病院が舞台なんですよ。病院が舞台。巨大病院と戦う記者役で新境地っていうかね、野心と復讐心が乱れた欲望だらけのリベンジサスペンスっていうことで、巨大病院に父親の事件をきっかけに、巨大病院に牙を剥く、はい、赤楚さん演じる主人公ですね、日本屈指の巨大病院、天童記念病院の理事長、天童海斗。カイトは父親との仲違いをきっかけに師にはならず出版社で働いていると。で、日々仕事を追われているんだけども、今ね、プライベートでは、恋人よプロポーズをしようとしていたけども、そのプロポーズしようとしていた直前ですね、お父さんが事件に巻き込まれたと聞き、疎遠になっていた天童記念病院へ足を運ぶことになります。これね、事件って書いてあるけど、別に事件じゃないんですよ、今回見る限り。お父さんが亡くなっちゃったわけですね。ただ、これは事故ではなくて、お父さんが急にこう心臓か何かね、急に苦しくなって、倒れて、で、倒れてですね、病院に、自分の病院で、治療を受けてるんだけども、一時期はね、一時は、意識を戻して、復帰したというか、大丈夫ってみたいな感じだったんですけども、その後ですね、誰かが病室にやってきて、なんか毒物投入して、お父さん死んでしまったわけですよね。ただ、これ殺人とは、警察も殺人とはなってないみたいなんで、僕らは誰かが殺したっていうのはわかるんですけども、このドラマの中では一応自己扱いってことになってるわけ。だから事件ではないんですよね。そしてその事件をきっかけに、父親の真意を知ったカイトは、過去に父親と交わした大切な約束を思い出します。一方、父親が残した天童記念病院には様々な問題が隠されていて、理事長の座をめぐって権力争いも起きていたと。カイトは欲望の塊で食い尽くされた天童記念病院から父親が築き上げてきた
大切なものを取り返すため、愛する人を守るため、巨大病院の権力争いと戦うことを決意しますか、というね、はい、そういう内容なんですよ。まあ要はね、巨大病院でもね、正直ね、巨大病院って言うけど、これ要するに個人が経営している病院なんですよ。別に国立とかね、県立とかそういうんじゃなくて、あと国がなんかね、補助しているような、行政がね関与しているような病院ではないのかな。なんか大学病院でもなさげなんで、まあ、これ多分ね、この天道家が経営している同族でね経営している病院なんで、まあ巨大は巨大なんですけど、まあね、いわゆる巨悪というほどのものもでもないんですよね。国が関与してるとか政治家が絡んでるとか、なんかそういう感じではないんですよね。まあ大きな病院でしょ、なんでしょうけども、そんなね個人経営ですからね、やっぱたかだか知れてると思うんですよ。でなかなかね、いろいろこうあって、これがね、理事会長なんですね。で、今委員長がこのよきみこさん演じている、これ会長の娘なんですよ。で会長にはね、もう一人娘がいたんですが、娘と結婚した婿養子がね、この天道の友信っていうね、三石健さんが演じている、今ね理事長なんですよ。この理事長が今回死んでしまったので、新しい理事長をめぐって権力争いが起きていると。でね、今委員長なんで、まあ次のポスト、ここが死ねばですね、亡くなったんで、次のポストは、この天道一子っていうことになるんですけども、ゆくゆくはですね、天道一子は自分の息子にこの後を継がせたいというか、後継者に、この病院のお父さんのね、病院の後継者になってほしいと思っているんですけども、このゆうまくんっていうのがね、どうもポンコツで今一つ使えないやつなんですよね。で性格もね、なんかこうボンボンの、ボンボンの気の優しい、どちらかというと気の優しい、お坊ちゃんって感じで、なんかこうよくね、ドラ息子、病院のドラ息子みたいな、六本木クラスに出てくるような、ああいうねドラ息子ではなくて、まあ、育ちのいいお坊ちゃんって感じで、その代わりあんまり能力も高くない、だからみんなこいつ大丈夫かみたいなね、感じで、まあ、おじいちゃんね、会長のおじいちゃんも、やっぱりちょっとね、ポンコツには無能には継がせられんみたいな感じで言ってるわけですよね。で彼女は親子で、お父さん、夫が出てこなかったかな。そういえば夫が出てないですね、今回ね。夫は全く関与してないのか、もしくは夫とも離婚したのか、ちょっとね夫がよく分かりませんでしたね。で妹がいるんですよね。で妹と結婚したのがこの友信なんですよ。要するに妹の旦那なんですよ。で妹はもう死んじゃったのね。で、まあ息子に継がせたいし、なんなら自分がね理事長の座狙っているのに、まあ、今のところの理事長の座はね、この婿養子の友信に渡ってしまった。どういうわけか、光一郎は婿養子をね、理事長に選任したわけですよね。だから当然、天道一子としてはもうこの気に入らないわけですよ。婿養子ですね、自分の妹の旦那が気に入らない。でその息子が、天道海斗ですね、今回赤楚衛二さん演じる主人公天道海斗が、まあ、息子ということで、まあ、昔からこのおばちゃん、まあ、海斗からすればね、これおばちゃんに当たるわけですよね。やっぱりね、この二人には何かと冷たく当たってきたということで、でお父さんがね理事長になったことで自分の権力を守ることに汲々としている姿を見て、今ちょっと親子の仲が悪くなってるっていうか、もう海斗としてはお父さんをね半分憎んでるわけですよね。もう半分絶縁じゃないけど、もうさっさと家を飛び出していって、まあ、お父さんとしてはやっぱりね、息子には医者になってほしいと思っていたけど、まあ、さっさと医者の大学を辞めて、今は週刊誌の記者をやっているっていう、まあ、お父さんに対して反抗しているわけですよね。でその今海斗くんが、海斗くんにはこう付き合ってる、日月っていうね、彼女がいて、今プロポーズしようとしている。でその日月もですね、両親がいないのかな、両親がいなくて今、2人でね幼い姉妹で
妹と暮らしてて、この妹がまたね心臓病を患ってるんですよ。あの今のところね、あのこの天童記念病院は、まあ、心臓外科が今のところ優れているみたいで、あの海斗くんもですね、以前ちっちゃい頃に心臓の病気になった時にですね、結局この病院で助かっているということで、はい、まあただやっぱりお父さんのその権力争いに巻き込まれていくお父さんの姿を見て、今のところお父さんをねすごく憎んでいるっていう内容なんですよ。でそのお父さんが今回ですね、明らかに何者かによって殺された。これはね、僕たち観客視聴者にしか分からないんですよ、周りの人は全く知らないのね。とにかく何者かが病室に入り込んできて、この点滴の薬に、まあ、薬物かなんだかよく分かんないけども、筋弛緩剤なのか薬物投与なのかよく分かんないけども、それによってお父さんね死んでしまったわけですよね。でまあお葬式になったわけなんだけども、警察が全く動いてないところから見ると、まあ司法解剖されたのかどうかちょっと分かんないけども、まあ事故死扱いというか、まあ病死扱いみたいな感じ、うん、あの殺人とは見なされてないみたいなんですね。どんな薬物使ったのか、まあ不審死、まあ病院の中の出来事なんで、お医者さんたちがもしこの中に犯人がいるのであればね、その人たちが結託して、まあ、もしくはその人たちが、診断したら、いや別にあの問題はない、そういう変死ではないと、ね、これただの、病死であるっていうふうに言えば、まあ警察もそれで信じるんですかね。うん、でも結局身内の病院だから、その身内同士がね、もしこう殺意を持ってたら、お医者さんの立場を利用してね、嘘の報告して警察がそれを真に受けるものなのかどうなのか、ちょっとはねやっぱり解剖とかも入るような気がするんですけど、一応舞台は東京ですからね、まあ、東京にはね、そういう、ありますからね、こういう検体というか、司法解剖をするような設備っていうのがね、きちんと大塚の方にありますから、そちらでチェック入るんじゃないかなと思うんですけど、今のところね、このドラマを見る限り、まあ、殺人というふうにはなってないみたい。だから、カイト君も、他の人たちも、まあ、犯人はこの中にいるんでしょうけど、まあ、みんな、殺人とは思ってないみたいなんですよね。で、お葬式ももう、さっさと終わらせて、まあ、今、お葬式のシーンになって、みたいな感じなんですけども、でまあお葬式で死体はもうそのまま焼かれちゃいますから、でもそこから次またその後の話にねまで行ってるので、まあおそらく、殺人とは見なされてないんでしょうね。だから今後、お父さんがね何者かによって殺害されたっていうことがどっかで発覚するようになってるんですかね。はい、まあね、まあ、いわゆるリベンジものなんで、ミステリーという感じではなくて、まあ、今後、このカイトがお父さんの意思を継いで、この病院の運営に関わっていくけども、この天道家なり、その天道家の息のかかった連中が彼をなんとか潰そうとしていくようなドラマになっていく、いわゆる権力闘争的なドラマになっていくんだろうなという、流れなんですけど、まあ、第1話なんでね、まあ、今回は全体的に、キャラクター紹介みたいな位置づけの物語で、まあ、お父さんがね亡くなったっていうところからぐらいなので、あんまりね大きく物語としては動いていないというか、まあ、正直ね第1話見てなくても第2話から見ても十分についていけるような、まあ、薄い内容でしたね。つまりこう、まあ、この相関図だけ見とけば、相関図だけこれ見とけばもう十分なのを、いちいちこの相関図をあの第1話で、まあ、説明してくれたみたいなね、そんな感じでしたね。はい、ただね、なんかこの手のリベンジもの結構ありますよね、いわゆる親子の確執とか、まあ、それによってリベンジしていくっていうドラマって、まあ、最近だとね、例えば六本木クラス、なんかね三石研さんが出てるんで、なんかね六本木クラスと、あと純愛ディスナンスですね、ディスナンスね、なんかあの三石研さんってすごい悪いお父さんとすごいいいお父さん演じるじゃないですか。六本木クラス、確か六本木クラスと純愛ディスナンスって
同じ時期にやって、同じクールにやってたんですよね、確かね。で、性格が真逆なんですよね。同じお父さん役なのに、めちゃくちゃ、邪悪のお父さんと、めちゃくちゃ善良なお父さんなんですよ。で、今回はですね、どちらかというと、純愛ディスナンスみたいに、いいお父さんなんですよ。ちょっとね、このドラマ今回ね、今一つまずね、ピンとこないところがいくつかあるんですけど、一番ピンとこなかったのは、なんで主人公はこのお父さんをね、そこまで憎んでいるのかっていう。まあ、一応なんか権力闘争に明け暮れているみたいなことが原因らしいけども、なんかね、このお父さん、そんな感じでもないんですよね、見てると。別にこう、いわゆる六本木クラスじゃなくて、純愛ディスナンスに出てきた、お父さんみたいな、ああいうもう権力に明け暮れて、もう他人を潰してでも自分がのし上がっていくというか、自分の利益のためだったら他人を犠牲にすることもいとわないみたいなね、お父さんだったけど、いや、このお父さんはどちらかっていうと善良というか、なんかこう良識のあるお父さん、むしろそんなに権力している感じじゃない、落ち着いたというかね、優しい穏やかな気質の持ち主なんですよね。性格的に穏やかなお父さんなんですよ。だから主人公のね、カイト君がこのお父さんをそこまでね、憎むっていうか毛嫌いする理由がね、今回ドラマ第1話見てもないんですよね。なんでそんなに嫌うのっていう。むしろこのね、おばちゃんとか、こっちの方の人たちの方がよっぽどかギラギラしてるし、性格も悪いしね、もう暴力的だし、高圧的だし、めちゃくちゃ性格が悪いんだけど、それに比べるとこのお父さんはすごく穏やかで、なんかどちらかっていうと尊敬していいお父さんのような感じがするんだけど、なんかこうね、カイトが医学部辞めるって言った時も怒鳴りつけるとか、頭ごなしにお前は医者になるんだみたいな、そんなことも言わないし、とにかく高圧的じゃないんですよね。頭ごなしで何か押し付けるとか、自分の価値観を押し付けてきたりとか、自分のために相手を、とにかく相手を支配しようとか、そういう雰囲気全くないんですよ。むしろこのよきみこさんはもういかにもよきみこみたいなおばちゃんで、まあ、とにかく高圧的で支配、相手を支配しようとするもね、性格の悪そうな気の強いおばちゃんって感じなんですよね。あとまあここら辺の人たちもなんかちょっと悪代官みたいなね感じで、もう見るからに悪代官みたいな感じで、まあその中でね、板挟みになって会長と彼らのもうこの一筋縄ではいかない、連中のね、親族たち、あと部下たちね、同僚たちに板挟みになってなんとか頑張っているお父さんっていう風にしか僕は感じられないんだけど、なんでここまでね、カイト君がお父さんを憎むのかっていうのが本当によくわかんなくて、またね、このね、秘書もね、なかなかこう穏やかで、物分かりのいいというか、他人の気持ちがちゃんと分かるような、すごくやっぱりカイト君のことも気にかけてくれるみたいな、いい人なんですよね。まあ、きっとこのいい人もね、まあきっとなんかどっかで裏切ってんでしょうね。今回きっと裏切るんでしょうけど、まあカイトがこの中では唯一、この病院内の中では今のところ一番信頼が、心を許せるのが、この秘書の、高村さんなんですよね。で、高村さんもすごくこのお父さんのことをサポートしていて、お父さんのことをすごいよく分かっていると思うんですよ。で、こう二人がこう確執しているけど、だったら高村さんがもうちょっと間を取り持ってね、行けばね、この二人の関係そうにはならないと思うんだけど、だってカイト君は高村さんにだけはね、心を許してるから、まあお父さんのね、仕事ぶりとか、病院での立ち位置とか、そういうのも、多分伝わったと思うんだけど、なんでそこまでお父さんのことを嫌うのかがちょっとよく分かんなくて、第1話でそれ描かなきゃダメなんじゃないのって思うんだけど、そこはね、はっきりしないから、だからなんだろう、今後多分ね、お父さんの意思を継いでこの病院の、運営におそらくこう関わっていくんでしょうけど、こう今関係がこんな風になってるから、じゃあなんで逆にお父さんのことをね、お父さんの意思を継ぐってことになるのってことになって、いや、お父さんの意思を継ぐってなった時、で、実はお父さんいい人でした、みたいな、多分そういうのに感動して、お父さんの意思を継ぐっていうような流れになっていくんでしょうけど、いやいや、見てりゃわかるだろうっていうかね、このお父さん、
やっぱりほら同じ家族なんだからね、どんなお父さんかってわかるじゃないですかね。えそれもさ、子供ならまだね、例えばこの中学生ぐらいだったらなんかやっぱりこの権力というものに嫌悪して、もうとにかく大人、権力のある大人が悪だみたいな思い込みって、それ青臭い思い込みって、まあ、中学生高校生ぐらいまではねあると思うんですけど、もういい年ですからね、この人も30ぐらいでしょ、おそらくいい年でこんないいお父さんをね、あの権力を持った大人というそれだけで、毛嫌いしているっていうのもちょっとね子供っぽいなって思いましたねはい、ここはねちょっとこのドラマのなんか引っかかるとこっていうか、意外とねこういうドラマって第1話でそういうとこが引っかかるとね、やっぱりね何でもそうなんだけど、例えば料理屋とかねレストランとか行っても一品目がまずいともう絶対最後までまずいんですよね。一品目がまずいと大体メインもまずいしデザートもまずいじゃないですか。でも一品目が美味しいと大体その後に続く料理って全部美味しくて最後まで美味しくいただけましたってなるんですけど、もう最初引っかかっちゃうとね大体それが引きずっていくよう いくんですよね、ドラマって。なんかちょっとね引っかかるなーっていうところがあって、大丈夫かなこのドラマっていうね。で今回謎の人物として大友郁也っていうのがね出てくるわけですけど、まあこの2人が今後ね敵対していく関係なのか、それとも共闘していくのか、2人で力を合わせていくのか敵対していくのかっていうね、まあ、最初はね多分敵対していくんでしょうね。やっぱりこの人が信用できない、大友が信用できないっていうことで、すごく今回大友も立ち振る舞いがもう見るからにミステリアスなんですよ。ほら俺怪しいだろみたいな感じの、すげえもうね怪しさアピール、もうやりすぎ、あれもうやりすぎってぐらい怪しさアピール出してるんで、多分ね最初はね信用できないってことで、二人はね反目し合うような、敵対するような関係になっていくんでしょうけど、何かあることをきっかけにこの二人がタッグを組むというか、共闘していく、まあ共闘していくっていうのはおそらくここら辺のグループの、この天童記念病院を、手中に収めようとする連中と、権力闘争を繰り広げていくのかなみたいな感じですね。あとねやっぱりキーパーソンとしてもう一人この、日月っていうね、朝比奈日月、芳根京子さん相変わらず可愛いんですけども、彼女とこの海斗くんの馴れ初めっていうのが、出会いっていうのがマッチングアプリらしいんですよね。でなおかつこの日月ちゃんは天童記念病院なんですよに勤めているナースなんですね。つまり本当にマッチングアプリは偶然なのかっていうね、偶然なのかっていうのはちょっと引っかかりますよね。なんか目的があってカイトに接近した、来たんじゃないかなっていうね。で、なんか両親いないんですよね。なんか、二人暮らしなのかな？両親がいないとちょっと、何かあるんでしょうね、きっとね。この病院で両親を亡くしているとか、殺されているとか、もしくは、この病院で働いていた、まあ、お父さんなりお母さんが、この病院がで、まあ、パワハラか何かを受けて自殺しちゃったとか、なんかあるんでしょうね、きっとね。何かきっとあるんだと思うんですよ。だから何か目的を持ってカイトに今接近しているというね。で、あの妹がいるんですけど、カイトはこのもう付き合って2年とか言ってたけども、もう結婚まで考えているという割にまだ一度も妹に会わせてもらってないんですよ。それもおかしな話ですよね。まあ、心臓病を患っているんですけど、なんかこう家族に会わせてもらってないっていうのが、ちょっと会わせてないっていうのがなんか不自然というか、つまり彼女の家にもまだ一回も行ったことがないわけでしょうね。で妹にも会ってない、会わせてない、なんでしょうか。何かきっと病院に対して復讐しようとして接近しているんでしょうけど、まあこの手のよくあるリベンジものでよくあるのは、病院にね、接近したけども恋愛目的ではないけども情が移ってしまったみたいな、まあ、そんなやり取りになっていくんでしょうね。まあそれもそれ、まあ、
そうなる、まあそうなりますよね、きっとね。なんかこう、お金のね、なんかね、なんか電話がかかってきたとき、電話がかかって、一緒にいるとき電話がかかってきたって、妹からだって言うんですけど、妹からじゃないんですよ。なんかね、振り込みがどうたら、なんかお金が振り込んでおきました、ありがとうございましたとか、なんかお金絡みの電話をしていたんで、何かをがあるんでしょうね。で、妹のことで頼るってありますけどね。これ優秀な心臓外科医なんで、まあ妹のことでこうつながっていくんでしょうけど、さあ今後ね、どのように影響していくのか、ちょっとストーリー見とこうかね。父友信の葬儀の日、何者かに襲われて、そうなんですよ、何者かに襲われてね、意識を失ったんですよね。カイト君、誰かにね、背後から殴られたんですよ。で、お父さんを殺した人間とそいつがね、同じなのかちょっと分かんないけど、なんかね、お父さんを殺した人間は男性のような感じがしましたけど、まだ分かんない、顔見せてないから、女性かもしれない。なんか男性みたいなね、まあ、なんとなく錦戸亮のその大友みたいな雰囲気でしたけどね。まあ、実際どうなのかはまだ分かりません。山奥の診療所で目を覚ましたのは5ヶ月後。何、5ヶ月間も犬意識失ってたの。恋人日月に電話かけるも拒絶され、職場である出版社に赴くとすでに解雇されていた。そりゃそうだよね。友信が理事長を務めていた大病院へと向かい、看護師として働く日月に事情を説明するが、今更何なのと取り合ってもらえない。意識を失っていた間に仕事も恋人も失ってしまった。あら、日月ちゃん冷たいわね。その頃、天童記念病院の理事会議室では新たな体制が発表されて、カイトのおば天童一子が新理事長に就任していたと。そして理事長の中には大友もいて、確かね、会長がやってきて、あの大友を理事長に推してたんですけどね。でも新しい理事長は天童一子なのね。院長だったっけ。まあいいや。アパートに戻ったカイトは留守番電話を確認する。そこには日月からのメッセージが何件も残っており、最後に鍵はポストに入れときますとのメッセージで再生が終わり、呆然。そこに出版社の後輩、木下が訪ねてくる。先輩が言うことが本当ならずっと眠っていたことを証明しないと、という彼女の言葉を聞き、カイトはサヤと共に診療所へと向かう。数時間かけて着いた診療所には誰もおらず、今朝まで寝ていたはずのベッドすらもなくなっていた。落ちていた点滴の袋には強力な麻酔の名前が。そしてこの診療所は20年以上前に閉鎖していた。カイトは誰かの手によって眠らされていたのだった。って5ヶ月も5ヶ月もうわ、結構手が込んでるというか、なんかちょっとすごいね。そういう話なんだ。へー、なんかもう CIA とかさ、内閣調査庁とかさ、そこら辺の連中が絡んでこないとこんな大それたことはできませんよ、ね、え、だって5ヶ月間意識を失わせるってできるの、そんなこと。もうなんか国家権力とかが動かないとできないと思うんだけど。いや、なんか結構めちゃくちゃなストーリーっすねこれ。結構ぶっ飛んだ、ぶっ飛びストーリーかなこれ。純愛ディソナンスとかあんな感じなんですかね。あれもね、六本木クラスもそうだったし、純愛ディソナンスも結構ぶっ飛んでましたもんね。これね、脚本が伊藤忍さんでね、オリジナル脚本っぽいんですよね。これあれですもんね、ないんでしょ別に原作は。原作あんのかな、これ原作ないよね。あ、オリジナルドラマですね。本作はオリジナルドラマで、制作は、ストーリーボードが担当すると。プロデュース、金井監督、藤野プロデューサー、グッドドクターとかトラベルナースとか、ユリア先生の赤い糸とか、純愛ディソナンスはやってない。
金井監督とともに数々のサスペンスドラマや医療ドラマ、ラブストーリーなど大ヒット作を生み出してきた実力派スタッフですと。脚本家のことがあまり書いてないね。これはあれですかね、ストーリーを考えたのはこれプロデューサーとかそこら辺の人たちで、監督とかプロデューサーがみんなで意見出し合ってアイデアを出して、脚本家がそれをもとに脚本を書いたっていう感じですかね。だから脚本家のオリジナルストーリーではないのかな。そうか、そういうことですね、きっとね。はい。まあそんなわけでね、まあどうだろう、面白そうっちゃ面白そうなんだけど、まだ第1話ではね、なんか前回のね、あの石原さとみの映画、ドラマ、なんすだっけ、あれもディスティニーか、ディスティニーもそうだし、これもそうなんだけど、やっぱね、最近のドラマって第1話が弱いね。第1話を見て、うわ、これ面白そうっていうのがないとなかなか、離脱してしまうから、もうちょっと突っ込んでいくっていうかね、踏み込んでいかないと、まだ今回もね、何が謎なのかよくわかんないっていうか、今言った、特にこの第1話で、先ほどね、って僕が驚いた、その5ヶ月間経ってましたってやつ、実は5ヶ月間も気を失ってましたっていう、ここら辺で、20年前にその病院はもう閉鎖されていて、カイトは眠らされていたんだっていう事実を知るのが、第1話の今回のね、終わりにした方が良かったんじゃないかね。そうすると一体どういうことなんだって、まあ次回につなぐクリフハンガーになりますからね。今回なんか今一つこう、終わり方も、あ、次の回気になるなとかね、絶対見たいっていうような終わり方じゃないですもんね。せめて第1話でここまで行けばよかったのにね。5ヶ月間も眠らされていて、で、眠らされていたベッドもなくなって、病院も閉鎖されていた。つまり誰かの陰謀だみたいなね。一体誰がこんなことしたんだっていうところで終われば、結構第2話を見てみようかなってなるんですけど、なんでこんな中途半端なことしちゃったんですかね。もうちょっとね、やっぱりドラマ第1話は貪欲に攻めてもらいたいっていうか、やっぱりちょっと攻めてもらいたいですよね。つかみがね、弱いような気がしますね。特にディスティニーもそう、このリベンジもそうだけど、まあ、ミステリーでありサスペンスドラマでもあるわけじゃないですか。だからやっぱり僕たち視聴者の興味を第1話からこう引っ張っていかないと、第2話絶対見たいみたいな形で引っ張っていかないとちょっと弱いんですけどね。最近のね、民放ドラマのミステリーとかサスペンスドラマってそれが弱いんですよね。だからこう結構1話から2話にかけて離脱してしまう人が多いのかななんてつい思ってしまいます。はい。まあそんなわけで、リベンジ、ちょっと見るかどうかね。悪魔ゲームもそうなんだけど、今3つ、今期のドラマ悪魔ゲームとディスティニーとこのリベンジで今3つやってますけどね、なんか今一つな感じですね。なんか弱い、つかみが弱いっていうね。うわ、このドラマ絶対ずっと見届けたいとはね、そこまでまだならないんですよ。はい、これからまたね、いろんなドラマが始まっていくんで、もうちょっと新しいドラマをチェックして、見続けるドラマをね、そうね、2つか3つぐらいに絞りたいなと思っております。はい、というわけでね、今日これ1本目の動画で、あともしかしたらね、今日2本ぐらい映画を見てきたんで、まあ、その動画ももしかしたら上げるかもしれません。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。